横浜港未来21市制道、グローバルイノベーションセンター市制道、グローバルイノベーションセンターは、神奈川県横浜市の港未来地区に位置する化粧品メーカー市制道の研究施設。愛称は S パーク。2018年12月より順次稼働し、2019年4月に全面開業となった。横浜市西区高島1丁目。 港未来地区の56の2街区に位置する。港未来用通りと横浜高速鉄道港未来線の交点の南西にあたり新高島駅に隣接する。横浜市では2014年7月より開発事業者を公募し、2015年3月に市制堂による研究所を中心とした施設の建設が決定した。北隣の56から1街区は、 KQ グループ本社。南隣の55から1外区には、LG グループの研究開発拠点、LG 横浜イノベーションセンターが2021年に完成予定である。設計、施工は、鹿島建設、コンストラクションマネジメントは、名豊かファシリティワークスが担当。透明な建築をイメージした全面ガラス張りの外観が特徴である。 当初は地上14階建て、地下2階、高さ69.4メートルの計画であったが、地上16階建て、地下1階、高さ約78メートルに変更された。機械式駐車場は当初屋外に予定されていたが、地下への設置に変更された。地表面から8メートルほどは、毎度、支持層は地下30メートルほどで、その間の20メートルほどは、 軟弱なシルトが堆積する。地下9メートルほどまで掘り下げ機械スペースとする計画であったが、この計画変更でさらに深く掘る必要が生じた。敷地周囲は新高島駅や高島貨物線の地下トンネル、共同口の地下構造物に囲まれており、周辺地盤への影響の抑制が強く求められた。そこで、屈体周囲の深さをそのままに、 建物中央部の最深部まで階段状に掘り進めることで土止めを不要とした。本建物は2020年に日本建設業連合会主催の第61回 b c s 賞の一つに選ばれている。地下は機械室や倉庫、機械式駐車場、1階2階は一般に利用できるコミュニケーションエリアとなっている。また3階には多目的ホール S。 パークホールを設けており、研究発表などを行うこともできる。4階はコラボレーションエリアとなっており、商談スペース、コラボレーション、サイトと共同研究施設、コラボレーションラブを設置している。これより上の5階から14階までは研究所及びオフィスを配置。各階ごとに仕様が異なり、11階にはマンションの一室を模した試験室。 リビングラボも設置されている。15階はレセプションも行える社員食堂で外部にはテラスも設けられている。基礎基盤研究を行うハブ拠点として1000人規模の研究者が働く世界最大規模の化粧品研究施設となっている。ハブスポーク体制により海外の研究所ともつながるほか都市型オープンラボとして 国内外の最先端研究機関や異業種などからの多様な知見、情報、技術の融合を目指している。また当施設を拠点として将来的には電気メーカーとのビオ家電共同開発なども視野に入れている。S ・パークの愛称は資生堂の公園とイノベーションやインスピレーションがスパークする場所という二つの意味が込められている。一般利用の可能な1.2階はカフェ、 スタジオ、ビューティーバー、ミュージアムの機能を有しており、それぞれ S、パークを冠している。コンセプトは美のひらめきと出会う場所。いずれも2019年4月13日にオープンした S、パークミュージアムに関するカテゴリありがとうございます。